いという状態ですからね、はい、そして 9.425 というそういう点でした。Pour moi, la gymnastique rythmique fait partie de ma vie. Ça fait 12 ans que je la pratique et c'est un sport féminin entre la plupart de mon temps. Ribbon. 22年間やっているわけですか。フランスのアネット・ウォール選手でやります。リボンの演技、なかなかの大難易度の選手が効いてますね。フランスのチャンピオンです。このレオタードはちょっとわかりません。日本の違いそうですね、日本のだと思います。非常に日本のレオタード人気あるんですね。ずいぶん各国の選手が日本のレオタードをしてますね。はい、材質なんかもいいんじゃないかと思いますね。あ、動きやすいということですね。去年のヨーロッパ選手権は26位でした。1m65、49キロで20歳になりました。今伴奏音楽一個ずっと聞いてますと、ピアノだけじゃないということを皆さん感じるんじゃないかと思うんですが、ああそうですね、そうですね、この辺がもう流行っていうんでしょうね。今年はもう太鼓だったり打楽器も増えましたね、はい、バイオリンもいろいろな音が使われてますよね。おお、惜しい、最後で最後でちょっと見つけるとね、流行が強いですから。そうですね、9.4